さて千葉です。こちらは3万3000人入ったそうなんですが、本当にこの2人らしい活躍というのはそうそうお目にかかれないんです。そうですね、デストラーデが抜けた、そのデストラーデの大きさといいますかね、これがもろにこう2人にのしかかってきてますからね。でしょうね。次の打席です。ウェイティングサークルです。さあツーエンドワン、追い込まれました清原。高め外れます。ストレート154キロと出ました。ではかなり闘争心むき出ししてますね。そうです、ツーエンド2からこれは当てただけ、ショートです。清原ショートゴロ、スリーアウト。ね、硬くなってんでしょうね。8回の表まで試合は進んでおります。どうもね、ここ行ってバッターがみんでしょうか。ライオンズが1点のリードを現在守っております。バッターボックスは鈴木健です。もう1点。とにかくライオンズは引き分けでも、中日が9回の表を攻撃、現在9回の表攻撃中のようですが、名古屋球チャンスを迎えております。バッターボックス伊藤、カウントは2ストライク1ボールです。喉から手が出るほど欲しい追加点。ランナースタート、セカンドへ送球、タッチはどうだ、アウトことですね。なかなかいいスタートもしてるしね、これだけそれてる球なのにね。そうですね、はい、もうこれは本当に何て言いましょうか、もうここ以外にアウトを取れないというところを掘りましたね。しかしあれだけの力を持ってるわけですからね。そういうことが潜在的にあるということです。でマリーンズの方は今日これから8球目になります。いっぱい、悪いなりにやはりこれで抑えてるっていうのはね、成長しました。アウトランナーなしの場面です。9回の表ライオンズ、イラブがビュッビュッと投げ込んでまいります。セカンド正面です。セカンド正面です。スリーアウト。